どうもしなやりメンバーのバラマツです。前回の動画で、グループディスカッションクラッシャー編ということで、クラッシャーに対する対応法を学ばせていただいたんですけど、今回は先ほどのお題、いい社会人とは何かっていうものをどういうふうに組み立てていけばいいのかっていうところとか、グループディスカッションのコツ攻略法みたいなところを伺えたらと思います。横地さんです。あ、横地です。よろしくお願いします。早速なんですけど、現役就活生の高橋さんから質問があるということでいいですか？どうぞ。グループディスカッションに挑む上で、なんか覚えておいた方がいいこととか、事前に何かしておいた方がいいことってありますか？僕のあくまで持論っていう観点なんですけど、半数をいっぱい覚えるのって難しいと僕は思うタイプなんですね。ネットとかでグループディスカッションの進め方っていうのが懇切丁寧に書かれてると思うんですけど、実際の現場に立つと緊張しますし、なんだったらこういうクラッシャーみたいな人も出てくるし、覚えてたハウツーを 100% 生かそうとすると、それはそれで地雷にはまるなって僕はすごい思うので、シンプルに参加してくれたチームのメンバーに感謝の気持ちを忘れずに、相手の意見を否定せずに、けど自分の意見は堂々と言うで笑顔でというような、最低限の社会人としてのマナーみたいなところぐらいを全力でやろうぐらいで僕はいいと思うんですね。あとなんか前やった時に、初めに役割決めましょうみたいな感じで言われて、役割何それみたいな感じでテンパっちゃったんですけど、それって普通は役割決めてから進めるんですかね？そういう教えをされることが多いですね。ファシリテーターと、初期と、タイムキーパーと、この3つですかね、大きく分けると書く人、時間管理する人、唇を切る人みたいな感じなんですけど、よくここで学生さんが勘違いするのは、タイムキーパーだから喋んなくていいとか、初期だから書くに徹すればいいとかではなくて、みんな会議話には絶対参加しないといけないんですよ。ただ付属的な役割として、書くものに対しての責任はあなたが負いますとか、時間がテンパった時はどうなってるのっていうのはあなたが受けるよねって感じなので、その役割っていうのはもちろんあると思うんですけど、話に参加するっていうのは崩さないでほしいなと、じゃないと評価にならないと思うので。確かにそうです。率先して初期やって黙ってて、なんか書き方いいからこの人通そうとかって多分ならないと思うんですよね。ならないですね。そこは結構勘違いしない方がいいかなと思いますね。なるほど。役割はあるけど、議論にはしっかり参加する。参加する。特になんかこう初期とかだと、なかなかこう書くっていう行為と話すって行為が両立しづらくて難しいと思うので、なんか初期って一部の人にはちょっと安泰ポジションみたいに思われるんですけど、実際意外に難しいと僕は思うんですよね。なんで初期ってあんなになんか楽に見られてるんだろうっていうのは、それ多分確戦だと思われてるからだと僕は思うんですよ。なんかファシリテーターとかだと結構発言量が多いから目立てそうみたいな感じで、役割の中ではなんか上位みたいなイメージもあるんですけど、実際そこまでこの役割を取ったから目立ちやすい、評価されやすいっていうのはそんなにないってことですか？役割で決まることはないと思いますね。あ、そうなんですね。ファシリテーターイコール喋る数が多いっていうのは、そうではある一方で違うかもしれないって僕は思っていて、要はファシリというのはみんなの意見とかを引き出してあげたりとかする役割だと思うんですね。なのでファシリこう自分がバンバン喋るではなくて、いろんな意見の情報をピックアップしてくるっていう街頭インタビューみたいな感じだと思うんですよ、僕は。前に横地さんの講座で、その学生側が評価されてると思うポイントと、実際に面接官が評価してるポイントにかなりズレがあるっていうのがすごい印象に残ってたんですけど、よくズレるポイントだとどういうところがあるんですか？いっぱい出しゃばった方が印象に残って泣いてもらえるっていうパターンですね。いっぱい出ないと確かに評価の土台には上がらないかもしれないですけど、なんでそもそも企業がグループディスカッション入れてるのっていう話で、それはやっぱ他人と喋った時にどうなるかっていうのみたいに、確かに他の人がいる時にどういうコミュニケーションを取れるかみたいなと、そこも一つだと思いますね。企業は入社した後にやっぱ活躍してほしいので、入社後に活躍してる人がどういう振る舞いしてきたかっていうのが多分サンプルが絶対あるはずなんですよ。なのでそれとちょっと近しい経験をしている人がやっぱこう求められるかもしれないですよね。あ、じゃあ対策としてはなんか事前にホームページであるじゃないですか、その結果を載せて取った社員とか、そういうのを見てその人の行動とかを真似するっていうのも、それすごいいい観点だなと思ってて、やっぱ採用サイトに出る人っていい人をやっぱ出してくる傾向にあると思うので、ちょっといいテクニックかもしれないです。確かに仮に3年目で MVP いっぱい取って活躍している人が田中さんだとした時に、高橋さんの振る舞い見た時に、ちょっとあの時の田中さんがデジャブだわみたいに。じゃあもう GD を受けるってなったら、 GD の攻略法を読みまくるとかじゃなくって、いわゆるその企業研究みたいな、どういう人がいるのかなっていうのを調べる方に時間を割くべきっていう。そうです。そこでなんか無理して変えても、あと入社したら自分が苦労するだけ、まあそうしかどっかで絶対ボロは出ると思うので、
GD 攻略法が分かったところで、先ほどのズタボロだった GD のお題いい社会人とはっていうのがどういう組み立て方だったらいい議論だなっていう風になるかを教えていただきたいです。発散と収束っていう王道に当てはめて考えるのであれば、まずは残り何分までに一旦いい社会人、非常に抽象的だと思うので、いい社会人の定義っていうのを出してみましょう。抽象から具体にしていくっていうところをまずやるかなっていう、いいの定義を決めていくっていうところだと思うんですけど、いいとは何か、いいとは何か、あと誰にとってとか、社会人っていうのも何年目の社会人なのかみたいなところっていろいろ定義付けしようと思ったらいっぱい出てくると思うんですけど、何年目で誰から見てるかやってしまうと収束まで追いつかないって思うので、確かに、僕であればいい社会人ぐらいにして、あとはもうなんかいろんな人の話聞いたりとか、みんなに勝っていくんだっていう頭の方に切り替えていくぐらいにと思ってて、なるほど。じゃあ定義付けっていうのをやらなきゃって思いすぎて、何でもかんでもやると逆に議論の時間がない。手段の目的になる典型だと思ってて、グループディスカッションもなんか定義が大切っていう風潮がめっちゃはびこりすぎちゃってて、確かに。けど別に評価基準定義がしなかった人がお見送りになるってそうではないってことだと思うので、確かに。そこまでこう固執する必要はないんじゃないのかなと思います。今回で言うと、まあ、いい社会人の、まあ、いいについて考えるっていうところが定まったと思うんですけど、僕であれば、まあ、いい社会人とはって言って、パシェであればちょっとまあ15分って時間持って以上ないと思うので、みたいな感じにして、いい社会人とはっていうとこをなんか具体例とか出したりとかして、みんなでこうアイデアを発散させていって、まあ、どんなことがあっても残り2分間ぐらいで収束させていってやっていけばいいんじゃないですかね、みたいな感じで。じゃあ今回の反省で言うと、私たちは最初に時間配分とか全体感の共有ができてなかったっていうのがありますね。そうですね。なので発散のままどこで収束させるのかが分かんなくなるんですよ。でその自由にアイデアを出していって、最終的に収束すると思うんですけど、その時は何を基準にアイデアを選んだり捨てたりっていうのをしていけばいいんですか？一つはみんなの合意というか、いろんな意見が出た中の共通点というか、出たアイデア数が多かったランキング1位、2位ぐらいで入れちゃうんじゃないかなと。じゃあ全体としてはまず時間配分と定義付けをして、アイデアを出しながらみんなで発散をして、最終的に収束して、まあ、まとめるみたいな大枠のこの流れに沿ってれば議論が大きくずれることはないっていう。そうですね。あとはテクニック論みたいになると思うんですけど、その中でみんなが知っているこう具体的な人の人名とかの例を挙げていくっていうのも一つありかなと思っていて、架空 A さんみたいなのあった方が絶対楽だと思うので、確かに一気に出しやすくなりますね、アイデアが。例えばなんだろう、起業家にとって大切な心構えがあった時にリーダーとかって定義化した時に、皆さんワンピースのルフィ分かりますか？俺ら信念って、あ、そうですよねって、いろいろとルフィの共通点出して収束できるとかあると思うので。確かに議論盛り上がりそうですね。盛り上がりますね。今回あのお話を聞いて、なんか GD をやるにあたって本当に攻略本とか見る前に会社のことをもうちょっとよく知るとか、自分のどういう強みというかいいところを出したらいいかなっていうのを振り返る方がずっと大事なんだなっていう本質に気づくことができました。ありがとうございます。ということで、横地陸さんの SNS、Twitter はひらがなで横地陸と検索していただけたら出ますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。